ネーミングしたのは、私たちの生活の中のインターネットというテーマをご紹介します。În călțiune va ajunge lui cu noi la Mary Ispoiona, internetă merge acum. まずインターネットは我々にとって重要な条件になっています。キーワードを入れるだけで勉強、仕事、娯楽についてどんな業務を見つけることができます。この技術を利用して本を読んだり映画を見たり必要な情報を検索したりすることができます。そして場所に関係なく勉強や仕事ができるのはインターネットのメリットで魅力でもあると思います。2020年からパンデミック、世界を襲ったパンデミックのため子どもから大人まで、そして学生から社会人まで全員完全にリモートワークやオンライン学習に切り替わったのです。インターネットはこんな問題を解決するための優れた道具になったと思います。想像してみてください。インターネットがなければ人々はお金を稼ぐことができなかったでしょうし、困難な時期を乗り越えることもできなかったでしょう。インターネットのおかげで世界中の友達や家族ともつながることができます。ただ、今夜の旅行はいつでもできるわけではないですし、座りもとてもリーズナブルになりました。インターネットの利点についても現に語ることができます。しかし何事にも一応一端はありますね。インターネットも例外ではないのです。良い面もあれば悪い面もあります。インターネットは私たち若者に大きな影響を与えます。夢中になって、インターネット上で何時間が過ごしてしまった経験は誰でもあるでしょう。外を歩いたりスポーツをしたりすることが少なくなったのと引き換えにインターネットで過ごす時間が増えていますね。つまり21世紀の起こない人たちは問題があまり起きない快適なバーチャルライフを選んでいます。私は親が子供の子供自戒を幸せで明るくお幸せで明るく明るく豊かにするための可能な限りのすべきだと信じています。子どもたちは外を遊んだり、いろんな人と話し合ったり、子ども自体を楽しむべきです。もちろん、インターネットは私たちの生活を便利にしました。しかし、持っている過ごす時間をインターネットばかりより、ばかり過ごせないで、旅行を楽しんだり、自然を楽ったり、何より家族と友達と過ごす時間を大切にすることが忘れてはいけません。ご清聴ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。メリさんの趣味、インターネットをしていないときにどんなことをよくしますか？はい、私の趣味は音楽を聴くことです。それで絵を描きます。そして私はピアノ、バイオリンを弾きます。はい、ありがとうございました。